河野太郎氏に任せて大丈夫か血を見る改革河野太郎デジタル担当大臣が提案する経済政策は効率が低い企業を整理し働く人に焦点を当てる大胆な改革です効率が上がらない企業は終わりにすると断言しそこに働く人々には新しいスキルを身につけてもらい次のステージへ移行させるという方針ですこれにより企業よりも人を守る姿勢を強調していますがこの血を見る改革が日本社会にどのような影響を与えるのか注目が集まっています この政策は、一見すると生産性向上と賃金の底上げを目指す先進的なものに移りますが、裏を返せば、企業を簡単に終わらせるリスクも抱えています。特に、中小企業を守ることに重点を置いてきた自民党にとっては大きな転換点であり、党内からの反発は避けられないでしょう。実際、政治ジャーナリストも血を見る改革と指摘し、議員票が取れるか心配だと述べています。河野氏の民間主導の経済成長という考えは、理論的には効率的な経済運営を目指しているかもしれませんが、 現実的には多くの労働者が職を失い、新しいスキルを身につける過程で大きな混乱が生じる可能性があります。特に、企業の倒産が相次ぐ中でセーフティーネットが十分機能するのか、政府の保障がどれほど実効性を持つのかは不透明です。さらに、労働市場の流動化を目指す改革は、雇用の安定を求める日本社会には馴染みにくい部分もあります。正規、非正規の垣根をなくすと言いながらも、結果的に不安定な雇用形態が増えるリスクも否めません。理想を掲げる一方で、実際に実現するには多くの障害が立ちはだかります。 河野氏の政策は確信をもたらす可能性がある反面、その過程で多くの犠牲が伴うことも否定できません。果たして、この改革の痛みを乗り越えられるのか、河野氏に任せて大丈夫か。あなたはどう思う